わくい。ま、満塁やん。その結果、もう終わりですよ。自己犠牲球団の攻撃。7回の表、巨人の攻撃の際にワンアウト満塁という大ピンチを作った涌井さん。そこで門脇にヒットを打たれて1失点。続く丸に四球を与えてしまい、押し出しで2失点となった。ここで立浪監督が動き、藤島が登板。6回まで無失点だったが、7回に踏ん張れない試合展開となってしまった。涌井さんが耐えられなかったのが全てだよね。7回が今回の試合を決定づけたな。辛いです。立浪監督がもっと早く動いていたらな。そう簡単に3連勝はさせてもらえないんだね。攻めるのは涌井じゃなくて打線。6回までは無失点だったんだから、点取らんと勝てんよ。普通に2失点だけだったら試合作ってるよ。ちょっと飛球が多い試合展開だった印象がある。立浪ってベテランの選手を信頼してるからな。今振り返ると、昨日の梅津交番は名勝やった。打線が全く仕事してないから、勝てるわけがないんだよな。少しはチャンスで打ってくれ。もう終わりだよ、この球団。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。